直角チャンネル、はい、こんにちは。こんにちは。今日はですね、情報の学生の黒田君に来てもらいました。はい、じゃあ黒田君、早速やりましょうか。今日やる、はい、まあ、はい、錯覚じゃないけど、はい、遊びは、はい、こういうやつです。これやってください。はい。はい、こうやって出して、はい、逆にして、こうやって、はい。はい、で、こうやる。はい。はい、ですね。はい。で、この状態でやると、まあ、君の右手がこっち で、右手の指がここにある。右側にある。はいはい、で、左手の指が こっち側にあるんだよね。うん。はい、でですよね。で、この状態で、今から、あるゲームをしますと。はい。はい、じゃあ黒田君、僕がこうやって指をこうやって刺すんで、刺された指を上げてください、さっと、はいはい、じゃあちょっと練習をしようか。はい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 という感じで、どう、全然できないでしょ。全然できないですね。全然できないんですよ。はい、はい、っていうゲームみたいな感じ、はい、うん、で全然できないんですよ。で、これなんで全然できないかっていうと、もちろんクロス刺して逆転刺してるから、ね、うん、で自分の右手が右手だと分かるのは、ちゃんと右手が右方向に合ってくれるから、で左手が左方向に合ってくれるからで、こういう風にするだけでも全然できなくなっちゃう、うん。それで、今度ちょっと違うやり方にします。そうすると多分できるようになります。はい、じゃあもう一回刺されたところ、指を上げてください。いきますね。じゃあ、ちょっと遅いな。ヒュッ、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 ヒュッ。はい。まあまあだね。まあまあですね。ということで。はい、うん。はい。はい、ということでこんな感じの、はい、遊びでした。はい、でこれ何が起きてるかっていうと、あ、1回目こうやってやった時に、はい、僕がこうやって刺しても全然できなかったんだけど、はい、この触ると、その触られた指をパッと上げることができるようになるということだね。はい、うん、でこれなんでこうなるかっていうと、指で刺してこれを上げてくださいって言った時はできない。だから視覚情報とその体の右側、反対側っていうか、どこの部位を刺されたかっていうのがうまく対応づけられてないわけね、この状態だと。だけどこうやって触ると触覚情報が入ると急にできるようになるんですよ。はい、うん、でこんな感じで触覚情報っていうのはやっぱり視覚情報に比べてはるかに運動に結びつきやすいんですよ。うん、なんでこういうことが起きるんですね。はい、はい、ということで、他の人はもっとよくできると思うんだけど、はい、触られた時、私下手でしたね。下手だった。はい。ということで、じゃあ今日はこれまでということです。はい。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。